皆さん、こんにちは。本日はエンターテインメント及び政治ニュースのチャンネルとともに、過去24時間のハイライトをいくつか見てみましょう。中国がやるといったことをやらなかったから、代わりに日本がすべてのトウモロコシを買うことになった8月25日、実に13回目の日米首脳会談、トランプ大統領は、 喜びのあまり、こんな事実を明かしてしまった。米国産の飼料用トウモロコシ約275万トンを日本が追加購入するという大手がその尻拭いをする安倍首相のトランプの犬ぶりを中国人はあざけ笑っている。中国国内ニュースサイトの記事のコメント欄には、安倍は本当に悪趣味だ。アメリカのご主人様のケツを舐めるなんてなどと安倍首相をあざける言葉が飛び交っていますよ。 香港在住の記者、八田総久大阪を遡り、2019年5月。令和初の国賓として来日したトランプ氏を喜ばせたのが、日本政府による米国製武器の購入だった。日本はス。同盟国の中で最大の海マイナス35部隊を持つことになる、ランプ氏日本は結局、米国の FMS、対外優勝軍事援助に基づき、 最新ステルス機の回マイナス35を将来的に147機も購入することになった。ジャーナリストの伊藤昭博氏はこう話すの FMS では複数年度に分けてローンで購入費を米国に支払っています。国産装備品を含むその残高は2020年度以降で約5兆4900億円。FMS は踏み倒す国も多く、それがない日本は 米国の乗客なのです。まさに日本国民の血税5兆円が使われ、米国製兵器を付け払いで買わされているのだ。FMS の契約額は2012年度予算の1381億円から。2019年度は7013億円と約5倍に増加している。安全保障での日米一体化はどんどん進んでいます。一気あたり1224億円する。 地上配備型迎撃システム、イージス足は導入がその一つ。陸上配備のメリットはありますが、海時のイージス艦でも十分に対応できるもの。秋田と山口に配備予定なのは日本というより、三沢と岩国の米軍基地防衛のためと言われても仕方がありません。伊藤氏日本が損をしようと、もともと予定になかった記者発表までトランプ氏はご利用ししてきた。 安倍晋三首相は、日本では、害虫被害に悩まされており、民間に追加購入需要があると説明したが、トランプ氏には気にしていられない事情がある。外交評論家の岡本幸氏はこう語る。トランプ氏にとっては、来年11月の大統領選での再選がすべて、トウモロコシ生産地のアイオワ、ウィスコンシン、オハイオは、大統領選の鍵を握る州で、日本との交渉で、 大きなディールが取れたとアピールするでしょう。トランプ大統領の再選のために、安倍首相はさらに、貢ぐ可能性があるという。元外交官の孫、さき通る氏は、次のように解説する。自動車産業の関連州であるウィスコンシン、オハイオはミシガ、ペンシルベニアが、勝利に、ような票数の4分の1を占めます。この4州で勝つことが必要になる。今後、日本車への関税引き上げ、 あるいは数量新たなメッセージを出すはずです。8月26日、トランプ氏は日本社への追加関税について、候補動きを強めた。私が望めば実現するが、現時点では考えていない。安倍政権は、韓国に見せる子は表を、一度くらいは米国に向けて、欲しい。関連記事、英語力、安倍首相は75点で、意外や意外、合格、追加輸入の必要性は、全くない。 害虫被害は、こじつけです後半、東京大学の鈴木伸弘教授、農業経済学だ。日本はすでに年間1000万トン以上の飼料用トウモロコシを輸入しており、十分に足りている。農水省の植物を害虫被害は広がっていないと認めています。そもそも害虫被害が拡大していても、米国産飼料では代替できません。日本で生産されている飼料用トウモロコシは、 荒飼料葉、茎、身を一緒に細断して、牛や羊などの草食動物に与えるものだ。対して、今回米国から輸入するのは、濃厚飼料。実の部分だけで、豚や鳥用になる。さらに、濃厚飼料を牛や羊に過剰に与えると、健康を損なう危険があるという。日本では消費しきれないので、保管費用がかさむでしょう。これまで、 自給率を上げた飼料用米の生産拡大に多額の補助金を使ってきました。その政策とも整合性が取れます。米国の尻ぬ拭いをさせられているだけです。鈴木氏米中貿易戦争でトウモロコシの価格は下落し、米国の農家が抱える負債は過去5年間で4090億ドルにまで膨張。